あるかな。いいの。ちょっと待って。水井選手のオシャレギリギリ、今回も T フィットネスやってまいりました。17日目ということで、なぜだか少し顔が腫れてます。なんでかな、昨日何食ったかな。ただ、体調はバッチリです、ねコロナも流行ってきてます。負けないように頑張るぞ。今日も34度だったよ。やばいですよね。今日最近キャッチャーやってたんですよ。ん、草野球でキャッチャーやってたんですよ。おうマジで死ぬかと思ったんですけど昨日汗かくすぎて、はい、まあね、キャッチャーはね、面があるからね。よかったっすよ。はい、よしよし、OK、よし60。いいな。人の幅を狭くしていきましょう。ライブしたら毎日ここにいるでしょ、ほぼ飽きない。今日まあそれ仕事ってやつっすよ。そうだよ、飽きる飽きないじゃない。まあでも人と接するからね。あ、そうっすね、それは面白いですよ。まあただジムにでこうやって見てるだけじゃないからね。そうっす、前だからそんなんだったんで、まあ、パーソナルもありつつですけど、メインがそのジムでこうケーッとこう監視する。あかといってね、危なかったらね、行かなきゃいけないじゃない。そうそうそう、結構大変ですよ。よっしゃ、よし、じゃあ3回でいいね。3回はい、ピチッとやりましょう。余裕ですか今の。いいですよ。せーの。しっかり離したから。1、2、はい、ナイス。よいしょ。さあ、一発ですね。はい。はい。はい。どうしたんすか。どうもしないけど。え、軽いっすね。70っすよね。分かんない。この前ギリギリでしたよ。やっちゃいますか、80キロ。よっしゃ、しっかり。よっしゃ、いけますから。絶対上げてください。よし、しっかり、いける。はい、来た。いやー、今ね、上に下ろしちゃったんですよね。上に落ちちゃって、いい時ってコントロールして、まあここに来るんじゃないですか。ちょっとこんな感じで今この首の方にこう入ってくるんです。力入ってきてっていうのも、これ慣れていくと上がるようになってくるんで、フォームが悪かったかな。そうっす、簡単に言うと、フォーム意識するためには多少筋力、これは続けていきますからね。終わりじゃない。これがスタートです。これがスタートです。70キロ3回回す。そい、3、1。おー、ナイス。2、ラストいける。はい、いける。あ、押し押し押し、ナイスナイス、オッケー。サビさん、あと2セットいきますからね。同じの、まあ、ちょっと重量変えようかなと。素晴らしい。あ、前回だって65キロ3回ギリギリですから。筋肉が嘘つかないからね。めちゃくちゃ伸びてますよ、今一番伸びてます。肉食ったからかな。ですかね。火曜日ですよ。焼肉食べたからかな。美味しい焼肉を。いいやつですか。いいの食べたな。いいの。人も食べて。ごちそうになって。そういうの多そうっすもんね。皆さん、接待の結構多いんじゃないですか。どこ行こうだから、なんかあるんですか。スポーツ選手はやっぱり焼肉とか、まあそうだね、すごい知ってるじゃないですか。焼肉屋さんはそうだね、行くことが多い、ね、多いですよね。あれ選手の時だって、はい、焼肉屋か寿司かって感じだもんね。そうっすよね。なんかタンパク質取れるしみたいな。で試合後とか、はい、夜遅い時とかだとなおさらやってないじゃん。確かに焼肉屋って結構やってるからさ。確かに肉食いたいな。食ったんですか。食ったのに文句言いたいんですか。どんぐらい食う、結構食うすか。いやいや、そんなに食わない、食えないですよね。うん、よいしょ、はいはい、しっかり、もう一回呼吸、一回息吸って、ああ、はい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 、よいしょ。焦ってますね、最後。そのまま行っちゃうんですからね。100キロ行っちゃうかもしれないですね。今年は無理か。来年
はい、じゃあよし、オッケー、軽くなった、はい、落としてました、オッケー、ピンチペースオッケーです、よいしょ、よいしょ、少しに納豆かな、いいっすね、いい朝食っすね、食べ終わったら牛乳、低脂肪牛乳いっぱいギュッと飲んで、でコーヒー飲んで洗濯物を干すっていうで子供を食っていくみたいなやつかな、はい、正しいじゃないですか、え、すごく正しくてよかったです、まあまあ規則正しいよ、そうですね、うん、10時に寝るし、よし、よし、グッド、おい、よいしょ、オッケー、よし、シャツ、シャツ、キン、はあ、はい、じゃあこれまた上にグッと押し込んでいきましょう、上伸ばして、はい、よいしょ、よいしょ、よし、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス、これを今は15回、21回、上のなのは横、横、7回、あ、こうね、7回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 やって、7回やって、7回、そうっすね、真ん中スタートしましょう、7回やって、7回やって、ぐらい、そっち、そう、で、7回、21回やん、21回です、よいしょ、よしよしよし、よいしょ、ちょい上げで、はい、で、口閉め、はい。オッケー、ああ、いやこれぐらいの回数でいいの、なんかもう全然いっぱいやるイメージだけど、あ、いいっすよなんつうか、それって強度次第じゃないですか、ああ、強度っていう運動とかの含めだったらもちろんなんか追い込めるところまでやってほしいんですけど、今ってもう僕が補助入るぐらいきつい状態なんで追い込めてれば OK です、よいしょ、あ、なんかな、あ、え、よし、オッケー、ほら、効いてますね、いい感じです、はい、はい、はい、よいしょ、終了。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。